べてきたんで動画撮っといて。きなこは2歳半の女の子。さて、人間換算だと何歳になるのでしょうか。こんにちは、きなこのお父さんです。オカミインコの実年齢、果たしていくつなんでしょうか。インコやオウムの実年齢って少し分かりにくいところがありますよね。人間に換算すると大体何歳ぐらいかな、なんとなくね、理解されてる方っていうのは多いかと思います。しかし、同じ日にね、生まれた赤星インコ、あるいはオカミインコ、太白オウム、それぞれが成長過程につれて人間換算の実年齢は大きく差が広がってきます。そこで、うちのね、オカミインコのきなこのリアルな年齢についてのお話をさせていただきます。オカメインコの平均寿命。インコやオウムは人間より速いスピードで生きています。人間、日本人ですね、もう平均寿命っていうのはね、厚生労働省によると、昨年2020年は平均寿命 84.69 歳だったそうです。まあ、余談ですが、特に女性の平均寿命というのは世界一となったそうです。一方、インコちゃんたち、赤星インコは約7年から8年、ボタン小桜ちゃんは約10年、他の小型インコの平均寿命も、まあ、およそこの辺りになっていきます。ちなみに、マメリル派は約10年、サザンナミインコも、まあ、大体約10年と言われています。もちろんこれ以上のね、長寿インコちゃんたちもたくさん存在しますし、また短命な子もいます。まあ、人間のね、寿命っていうのは医学のね、発展によって年々長くなってきています。まあ、特にね、先進国である日本人の平均寿命というのは高いですが、このコロナ禍においてもさらに新記録を更新してきたというわけですよね。それに追随するように、インコやオウムの世界でもペレットの食域の向上に加えて、飼育方法の確立ですね、こんなことがコンパニオンバードの寿命を飛躍的に伸ばしています。やはり食と生活スタイルというのは大事だということの証ですよね。それではオカメインコは平均寿命どのぐらいでしょうか。オカメインコの平均寿命、この表をご覧になっていただきたいのですが、見にくいよという方は概要欄のところに私のブログ記事を貼っておきますので、そちらの方でゆっくりご覧ください。オカメインコは、中型インコ、いわゆるインコの仲間でありますが、オウムに属しますね。その平均寿命は約12年から15年とされています。この数値はあくまでも平均寿命なのでね、私の知り合いの知り合いに平成元年生まれのオカメちゃんがいて、今でも元気だそうです。それでは、生後からどのくらいで成長となるのか、大人ですね、あなたはご存知ですか。おかげさまできなこはすくすく成長して、現在生後から約2年半が経過しました。オカメインコは満1歳で人間換算で18歳となります。つまり、オカメインコというのは生後1年というスピードでもう大人になってしまうんです。ということは、2年で36歳で、3年で、お父さんは今52歳だから、つまりは、来年には追い越されるのか？もう一度、年齢早見表をご覧ください。ね、これを見るとどうやら、お父さんの年齢を追い抜くのは、西暦2033年以降となるみたいですね。私が、63歳から64歳ぐらいに差し掛かった頃に、きなこは私の年齢に
追いつくという計算となります。インコやオウムというのは大人になるまでの成長過程が早く、あとは緩やかなカーブを描いて年齢を重ねていきます。過酷なね、自然界では早く大人になる必要がありますからね。人間の赤ちゃんが胎児でいる期間長いですもんね。それでね、きなこにはお父さんよりも本当に長生きしてほしいと心から願っています。オカメインコなどは、生後1年半まで加速度的な成長を遂げていきます。表をねご覧になっていただければこのスピード感わかると思うんですけども、わずか1年半で人間換算で23歳となります。その後はゆったりとしたカーブを描きながら、年齢を重ねていきます。オカメインコのヒナから中ヒナと言われるね、約3ヶ月くらいまでの間にお迎えする方が多いと思います。生後から半年ぐらいで若鳥と呼ばれるようになります。まだこの段階では中ヒナなので、人間でいうと小学校を卒業して中学に上がったぐらいかな、やがて生後1年が経過すると18歳に換算されます。ここで高校を卒業したぐらいになりますね。先に述べたようにペレットの進化によりカエルの寿命というのは飛躍的に長くなってきています。肝心なきなこの年齢ですが、きなこは2021年8月の段階で2歳半、人間で換算すると約25歳に差し掛かりましたね。きなこはね、25歳のねレイディーなんですよ、このままねしっかりと健康管理をしていって令和の時代を私と共に歩んでいきたいなと思っています。それには毎日食べるご飯の量を決める、ウェイトオーバーがないか体重測定をする、適当な量のご飯を与えたり、何でも食べるからとお菓子とかね適当な餌を与えるっていうのはね、完全な NG 行為です。人間と同じ病気をするのもインコなのです。なのであなたが納得できるご飯を食べさせて、これだという飼育方法をぜひ取り入れてください。情報がたくさん転がっている時代です。極端な話、たとえあなたが間違った飼育方法をしていたとしても、私は根拠を持って行動することの方が大切だと思っています。やることさえ明確になれば自然とあなたの心も落ち着きます。愛鳥がね、心身ともにいつまでも健康であるためにね、本当に心から願っています。以上、きなこは2歳半の女の子、さて人間換算だといくつになるでしょうかをお送りしました。あなたが年齢を重ねれば愛鳥だって年を重ねていきます。ヒナ、若鳥、そして老鳥ではそれぞれに餌や飼育方法も異なってきます。愛情 100% 愛情成分 100% であるインコとオウム、あなたがそばにいてくれればどんな苦難でも平気なんです。愛鳥はあなたを愛しています。愛鳥とね、いつまでも仲良く長い付き合いをするために、常に今人間で換算すると何歳ぐらいなのかなということぐらいは把握しておきたいですね。あなたの愛鳥の実年齢は何歳ですか？